ニュー足摺りスクモワン株式会社スクモフェリーは、高知県スクモ市片島級の34に本社を置く、海運会社である。かつて同市にある、スクモワンと大分県佐伯市の佐伯港を結ぶ、フェリー航路を運航していたが2018年10月19日以降、運航を休止。同社は2019年3月に、運航再開断念を公表し、同年5月には、 保有船舶を売却しており、スクモ市は新たな運航会社を探している。航路はスクモフェリーの前身であるスクモ観光汽船が1971年に開設した。かつてはコバルトラインの愛称で親しまれた。2004年1月26日、同社が自己破産手続き開始の申し立てを行い、破産宣告を受けるとともに、同日午前3時発の便を持って、 運行を休止した。航路再開については当初、同海マリンシステムズが事業を継承すべく、新会社、とさ再起フェリーを同年5月に設立したが頓挫した。後、KC ライナー、東京など4社により、スクモフェリーが設立された。運行再開にあたっては、関連会社である、スオーナダフェリーの運行ノウハウを活かすとともに、 従来2隻あった船舶を1隻とする合理化がなされた。また、高知県と道県の6市町村による4億円を限度とする補助スキームの設定といった地元側の支援も行われた。2018年10月に再度運航を休止。2019年3月には、スクモフェリーがスクモ市に対して運航再開断念を正式に表明し、7月には唯一の船体を売却している。 スクモ市では再開に向けて一般旅客航路を運行する海運会社へのアンケートや関心を示した海運会社との協議を行っているが再開のめどは立っていない大阪と高知を結ぶ航路を運行していた大阪高知特急フェリーが2005年6月に休止して以降は高知県と県外を結ぶ唯一の定期旅客船航路であった スクモワン港と再帰港の間を1日3往復、所要時間3時間で結んでいた。2004年12月の航路再開後は再開前と比較して運用船舶数及び便数が減少していた。いずれもスクモ観光汽船時代に就航した船舶である。スクモ観光汽船に関するカテゴリー。ありがとうございます。